もちき軍士郎8月15日から1940年2月1日は、日本の実業家、慶応義塾特選塾院、民間品学研究者。供養者、横浜倉庫各社長。京浜電気鉄道、金貨宝石、湘南電気鉄道各取締役会長。属席は、東京府平民。静岡県富士郡大宮町の農家に生まれた。 もちづきの三男。富士郡大宮町の十、十一街町長を務めた、もちづき金八の弟。1893年4月、上京し、村上田三郎の入丸商店に入り、株式取引に携わる。1910年12月、独立し、もちづき商店を開設。1914年8月に廃業。九百十九年二月、 成城学校に中華民国学生教育資金を寄付。12月、もちづき商事株式会社を設立。1926年、日本に中国研究講座がないことを残念に思い、慶応義塾大学に軍、司郎の寄付により、もちづき氏の研究基金が設けられる。及川常忠が研究を主導。1927年6月、 株式会釈社用要を設立する。1937年11月17日、静岡県富士郡大宮町に財団法人大宮育英財団を設立。大宮工業学校と大宮商業学校を開校。1940年2月1日、死去。医師により、死士、太郎が慶応義塾大学の学術研究機関に多額の寄付を行い、これを記念して、こ もちづき軍四郎君記念地方青少年、修学奨励資金が設けられる。もちづきは小学校を卒業後15歳にして上京し、村上田三郎の店に奉公し、1910年、独立して人仲外人となった。旧主人の村上田三郎の恩子を受けた。もちづきは、慶応義塾の出身ではないが、慶応義塾のことを心配し、好意を寄せていた。もちづきについて、 塾長の小泉晋三は、江がた塾の領有だと述べている。1923年、慶応義塾特選。趣味は読書。宗教は日蓮宗。東京不在籍で、住所は東京市赤坂区青山南町。1906年、兄金八方より文家。主要なものに限る。ABC、人及び物証論第1集65から69ページ。 2019年9月6日閲覧。AB、慶応義塾塾院名簿対正13年563ページ。2019年9月6日閲覧。三田評論総目次、創刊80年記念出版。ABCDEFGHIJKLM、人事更新録。第11版下も9ページ。2019年9月6日閲覧。ABCDEFGHIJKL。 人事更新録、第12版下も7ページ。2019年9月7日閲覧。ABC、人事更新録、第5版も9から10ページ。2019年9月7日閲覧。富士軍大宮町歴代町長、富士宮ファイルズ ABCDEFGH、小餅月軍四郎行き着いた魔物のケニアジア、歴史資料センターレフ。 A111 億1484万4万四千富士の宮北高等学校 AB、学生にあたう293から298ページ。2019年9月6日閲覧。官報第93号、除人及び、事例1927年4月23日。AB、人事更新録、第14番下も7ページ。2019年9月8日閲覧。 ありがとうございます。